高いすチャンネル。白かきやろうと思ってきたんですけど、朝見たらやっぱり穴が結構開いてて、水すっからかになってて、で今1時間ぐらい前に穴を埋めてまた水ジャバジャバ入れたので、ある程度水は回っていて7割ぐらい、この一番尻というか水の一番最後に回るところは全然カラカラなんですけど、やってるうちに回ってくるか、トラックでボワッと押し込むかみたいな感じにしようかなと思って、まあかけちゃいました。どうせ持ってかけるしね。とりあえずこんなもんでいいでしょう。今日のところはざーっとかけて、で車輪の跡とか真ん中ら辺は車輪の跡いっぱいなんだけど、まもう一回きれいに白かくんで、その時に直せばいいですと。まずは一回かいて、穴も塞がったと思うので、でまあ実際には1週間ぐらい放っとくと、今度は水で生えてくる草があると思うので、それを1回芽出してからそれをかく。そうすると去年とは違ってだいぶ雑草減るんじゃないかな。まずは今日はこんな感じです。お疲れ様でした。掃除して終わります。